皆さん、こんにちは。企業アカデミーの鈴木です。今日は、2015年になってから物販ビジネスで成果を上げている方との音声対談を取っていきたいなと思っています。今日は、牛島さんと取らせていただきたいと思います。牛島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。では、牛島さん、簡単に自己紹介をしてもらってもよろしいでしょうか。はい、わかりました。牛島博臣と申します。ただいま、36歳です。私は現在、福岡県に家族3人で住んでおりまして、1歳になる、長男が、おります。アカデミーに、入らせていただいたのは2015年の8月からになりまして、今、3ヶ月が過ぎたところです。はい、ありがとうございます。で、今大体成果としては、夏ぐらいに30万だったところから、まあ今撮ってるのは12月ですけども、先月、先々月は100万円をいっているという感じですよね。はい、そうです。でまあ100万円なので、1ヶ月の利益で100万円なので、まあ駆け上がったって感じですよね。30万円達成してから何ヶ月間ですか？大体その、なんか7月以降の数値をちょっとだけ教えてもらってもいいですか？はい。7月ですね、に42万円。で、8月、アカデミーに入らせていただいた月なんですけど、そちらで32万円。で、9月が、75万円。で、10月、114万円。で、11月、先月ですが、102万円という結果となっております。で、今月もまあ100万円はいくかなという感じの、今、まあ途中ですけども、まあ、スタートダッシュを図っているという感じですかね。そうですね。はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。多分これ聞いてる人は意味不明な数字かもしれないですけど、夏ぐらい30万だったのも今100万円が当たり前になってて今月もっていう話なんで、そうかもしれないんですけども、じゃあちょっとずつ、お聞きをしていきたいなと思うんですけども、はい。もともと、この、まあ、インターネットの物販ビジネスを始めたきっかけみたいなのをちょっと教えてもらってもいいですか？はい。インターネットビジネスとして、まあ、バイマーから取り掛かったんですけども、それが2014年の1月になります。はい。で、もうすぐ2年になるというところですね。はい。で、本業として私は金属研磨業、まあ、工場で働いているようなお仕事をしており、親戚の経営している会社だったんですけども、そちらで2年勤めておりました。で、工業系ということで、まあ、そこまで収入も多くなく。で、肉体労働、まあ、力仕事でしたので、この先の収入というのがかなり不安だったというところもあって、バイマーの本業、副業を始めようと思ったところです。で、バイマーを始めたきっかけというのは、妻へのクリスマスのプレゼントを、ニーマンマーカス、アメリカのデパートから直接自分で買い付けたことっていうのがきっかけで、まあ、海外からの輸入ビジネスっていうのもあるんだということで、始めました。まあ、その後、ビッグトモローの雑誌でバイマーの特集が上がってたので、まあ、本格的にこれをやってみようと思ったのがきっかけとなっております。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、今お聞きしてたところで、多分自分で買い付けて、プレゼントするっていうのを多分してる人ってほとんどいないと思う。僕たちみたいなビジネスやってる人はいるかなと思うんですけど、それがまずすごいなっていうふうに単純に感じたんですけども、まあ、ビッグテモロね、を、見て、あるんだということで、まあ、やり始めたという感じでしょうか。で、その後は、まあ、すぐ取り、組んだんですけど、まあ、30万円達成するまでは少しお時間はかかってるっていう感じですかね。そうですね。かなり時間がかかっておりまして、はい、ずっと5万円から10万円っていうラインから抜けれなかったんですが、まあ、1年経った時から15万円とか、多くて20万円。なるほど、なるほど。なんか、まあ、それは自分でやってたっていう感じですかね、ずっと。そうですね。福岡に住んでおりまして、そういうセミナーとか、周りに、まあ、バイマー、物販を、ビジネスをやっている人が、まあ、いなかったので、インターネットで、まあ、メルマガを購読したり、あとは教材を買ったりして、ノウハウを積み重ねてきたというところですね。なるほど、なるほど。でも、まあ、なかなかそこまであんまり大きくはいかなかったという感じでしょうか。そうですね。出品をしていくのも結構時間を必要としてましたので、まあ、自分はまだそこまで、こう熱心に取り組めている
状態ではなかったというところが理由として挙げられます。で、そこからどういうきっかけがあって、こう、いざ学んでみようみたいにまたなったんですかね。そうですね。2015年の3月ですね。まあ、2015年の、はい、はい、正月からずっと、まあ、本業の方で、体を壊しまして、まあ、粉塵が多い環境だったので、その喘息を患って、はい、あとは、はい、重いものを持ってたので、腰痛も、まあ、かなりひどくなりまして、で、このまま仕事を続けていくというのが、本当に厳しい状況まで追い込まれていたですね。で、そこから3月を機に退職をしようということで、そこが先に決まったんですけれども、それからじゃあ生計を立てていこうってなった時に、再就職という選択もあったんですが、今までやっていたその副業のネットビジネスで生計を立てようと一念発起して決めた次第でした。なるほど、なるほど。まあまあ、また例えば、まあ勤め直してもっていうところもあったからっていう感じですかね。そうですね。まあ、家族は再就職をしてほしいということでかなり言われてはいたんですけども、はい、なんと言いますか、自分の中で、こう、まあ、会社員としての道っていうのをどうしてもこう、いいイメージで、まあ、これから先良くなるっていうイメージを本当に持てなくて、はい、まあ、そのネットビジネスで少しは収入を得られていたので、それをもとに自分でこう頑張って自由をつかみたいというような気持ちで、退職して独立をしたような感じですね。なるほど。じゃあそこからはどういう感じで、この、まあもう、なんですかね、2015年の中でも、こう、ちょっと、そういうのがあって激動だと思うんですけど、普通にお仕事やっていて退職を決めてっていう感じで、そこから、こう、夏とかにかけて何かセミナー参加したりとか、何かしたっていう感じですかね。はい。まあ、3月に退職をして、そこから、3ヶ月間ですね、まあ、アルバイトをしながら、バイマの方で、本当に稼げるようになるための、まあ、準備期間を設けました。で、まあ、ヤマハ電機で携帯売るようなバイトをしてたんですけども、はいはい、そこから、はい、4、5、6ヶ月、6月まで、そのバイトをしながら、まあ、7月から、いざ、もう、本腰を入れて、バイマ1本でやるという時だったんですけども、はい、その時に、バイヤーコンパスのシークレットセミナーですね、まあ、7月2日に、名古屋で開催されたのを、きっかけに、まあ、私が、参加をさせていただいて、まあ、そこで、アカデミーの存在ということも、知ることになり、まあ、そこから、アカデミーに入校させていただいた次第ですね。で、そこからまあ僕はそのなんでしょうね、今年といってもほぼ後半の部分しか牛島さんとはお付き合いがないので、単純にすごいなっていうふうに思ってるんですけど、そこでまあなんでしょう、まあね、入っていただいたとして、そこからこうどんどん数値が上がっていったわけじゃないですか。はい。30万ぐらいだったところから気づいたら70万を超えていて、その次に100万円を超えてみたいな感じで、30万ずつぐらい多分利益が上がっていったみたいな感じですよね、2、3ヶ月で。そうですね。なんかそこで新しいこと何かやったのかとか、なんか、はい、どういう影響がその自分にあって、そこまで成果が上がるようになったのかとかって何かありますか？多分普通に聞いてる方って疑問だと思うんですよ。なんでそんなに一気に稼げるようになったのっていう。そうですね。はい。アカデミーに入校させていただいたから、自分自身が変われた。あとは変わることができた。あとはノウハウを知ることで、より倍までこう稼げる、基盤を作ることができたということだと思っております。まず一つ目の、まあ、自分が変われたっていうところなんですけども、7月までは自分で、まあ、その先ほど言った情報を仕入れて、自分なりにやってたというところなんですけれども、セミナーに初めて参加させていただいたことで、いろんな相談を鈴木さんはじめ、講師の方々にも、その、シークレットセミナーの懇親会の後であったり、その後で、鈴木さんからお電話いただいたときに、アカデミーでこういう活動を
されているということを紹介していただいたことで、自分自身としても今までこう一人でやっていって分からなかったことや、まあ、悩みであったり、あとはその自分のペースでやれていたところっていうのを本当にこう稼ぐために自分がどうするべきか、周りの方々からの刺激を受けて、稼げる自分になるためにはこういうふうにしていった方がいいというような実際に取り組んでいらっしゃる方々の、まあ、気持ちであったり、行動というのを非常に参考にさせていただいたことが大きかったかなと思います。あとノウハウの部分については、それまでは私は出品もあまりやってない、まあ、省エネ活動をしていて、まあ、効率よくどれだけこう稼ぐってとかっていうことに注力をしていたんですけども、やはり稼ぐためには自分自身の、身を粉にして稼ぐために取り組んでいくということですね。まあ、簡単に言えば大量に出品をすることで、その稼ぐための、受注を増やすための、バイマーとしての基盤を作っていたというような感じですね。なるほど。ありがとうございます。まあ、なんでしょう。その自分よりも基準が高いというか、成果を出している人たちと、まあ、触れ合ったりとか、まあ、そこで、自分だけでやっていたときは分からなかった、分からなかったこととかが、まあ、分かるようになってきたというところが一番大きかったっていう感じですかね。そうですね。はい。なるほど。じゃあ、そうですね。さっきちょっとお聞きする途中だったんですけど、なんか、普通にこれを聞いている方からしたら、普通に会社を、まあ、会社を辞めて退職して、バイトをして、そこからまた、稼げるようになって、今は独立して、毎月100万とか稼げるようになっているので、普通に、まさに2015年で人生が変わっていると思うんですね、普通に考えて。はい。こう、多分聞いてる人たちはそう思ってるんですけども、実際何か、こう稼げるようになって新しくやったことだったりとか、なんかそういうのってありますか？そうですね、はい。会社員をしてた時よりも、まあ、その時は週1のお休みをいただいてただけだったんですけども、これからはまあ、いろいろ家族と一緒に旅行に行ったり、まあ、美味しいものを食べたりとか、そうですね、金銭的な余裕が出てきたので、そこはかなりやってよかったなと思っていますし、あと子供がまだ1歳と小さいので、まあ、いつも私が家で仕事をしている環境なので、まあ、家族でみんなでいつも一緒にいられるという、そうした安心感も得られることができたのはすごく良かったなと思っています。ああ、なるほどなるほど。まあ外で出ていて、まあ、なかなか体も、まあ、酷使するような環境だったところから、自宅で、お子さんも、まあ、小さいお子さんもいて顔見ながら仕事できてるって結構幸せですよね。めちゃくちゃ幸せですよね、おそらく。そうですね。夕方の4時からいつもお風呂に子供と入るんですけど、毎日子供とお風呂に入れるお父さんってなかなかいないだろうなと思いながら、その幸せを噛み締めていますね。まあ、僕は子供ね、いないのは多分、静野さんご存知だと思うんですけど、多分これを聞いている全国のお父さんたちは、自分はやってないなって思ってるんじゃないかなと思います。夕方4時って普通にね、就業時間ですからね。就業っていうか仕事してる時間ですからね、本当に。そうですね。なるほど。そんなのことを毎日やってたんですね。今初めて伺ったんです。そうです。なるほど。あとは結構、子供に仕事を邪魔されることも多いので、まあ、あまりできはしないんで、寝てる間に、こう夜中にコツコツやってたりとか、まあそういう、まあ、自分なりに工夫しながら取り組んでいますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと、まあまあ、今年激動だったんですけど、なんか、稼げるようになったから、これからどうしていきたいのかとか、いろいろ目標だったりとか、まずはまあ、今月の数値だったりとかだとは思うんですけども、ここから、いざ稼げなかったというか、数値としてそんなになかったところから、いざ30万稼いで、70万稼いで、100万円稼いで、年末を迎えたっていう、今年1年間振り返ってすごい、なんでしょう、激動でいい年だったなっていう今感じだと思うんですけど、はい、ここからどうしていきたいかとか少し教えてもらってもいいですか？そうですね。アカデミーに入らせていただいた時から、100万円というのは、まず目標にはしてたんですけれども、そこを、
達成できたことで、自信にもつながったっていうのはありますが、逆に100万円を切るということが自分の中でもすでに怖いと思うようになっておりまして、はい、独立をしてこの先どうなるかがわからないということもありますし、あとは一個人の会社ではありますが、その資金をストックしていく必要性をすごく感じているので、これから先もずっと継続して、100万円以上はずっと確実に稼いでいきたいと思っております。うん、で、はい、バイマ以外でですね、例えば、バイマで100万円をキープしながら、他の事業で50万円ずつの、収益を上げていくとか、そうした柱作りを努力をしていきたいなと思っております。いや、今のお話から聞いて、まさに基準がもう、断然上がったなっていうところで、100万円稼ぐの目標だったところから、いざ達成をすると、100万円はもう最低限みたいな、今お話だったんで、やっぱり変わるんですね、人がね、って思いましたよ、本当に今聞いていて。そうですね、100万円を稼ぐっていうことは、アカデミーに入らせていただく際に、妻との約束でもあったんですけど、はい、はい。最初に100万円を稼ぎますと、3ヶ月目までに絶対100万円稼ぎますと、誓約書も書いて約束をしたぐらいだったんですよ。おー、なるほど。で、妻に、承諾を得るために、そうした約束も、作って、それを果たしたわけなんですけれども、はい、やっぱり家族を安心させていくためっていうので、100万円っていうのは基準に、妻にも100万円はキープしますというふうに宣言しているので、そこはもう絶対のボーダーラインになってますね。なるほど。ありがとうございます。多分ね、わかんないですけど、これを今また聞いている方で、今日結婚されてる方は、そうだな、でも、奥さんに宣言をして、誓約書まで書いたら、稼げるかもしれないですね。もしかして、結構な腹のくくり度合いですよね。そうです。ここまでやってる人って多分少ないので、まあね、今聞いてる人たちは2016年に、例えばいざスタートしようとか、そういう方は多いと思うんですけど、それぐらいやったら、行くよという事例かなと思いました。ですね。自分自身のためでしたら、やっぱり30万円でも、本当に生きていけるだけの収入は得られると思うんですけども、やはり自分以外の誰かのためにっていう、思えるっていうことが、私が伸びた原動力になっているなとつくづく思っておりますね。なるほど。幸せなお話をありがとうございました。最後に、今日多分聞いてる方って初心者の方も多いので、何か初心者の方から今年1年こう激動なところを通ってきたわけですけど、学びの部分にも参加をしたりとかをして、実際稼げるようになって、こう年末を迎えられて、なんでしょうね。多分、心地よい感じで迎えられていると思うんですけども、今。はい、何か初心者の方に、メッセージがあれば最後にいただきたいんですけれども。はい。物販ビジネスというお仕事を私自身が、できた、知ることができたということで、他の仕事をするよりも駆け上がることができたというのは本当にありがたく思っております。で、やはり稼げるためには、本当に飛び立つまでの努力というのがすごく必要だなと思っておりますし、自分自身もある程度は努力をしてきました。で、また、これまでに駆け上がってこられている方々の努力というのもすごく、発表していただいた内容であったり、チャットで、文章としていただいている中にもすごく感じていましたので、そこを基準に自分自身が同じぐらい、超えられるぐらい努力をすれば、必ず稼げる、業界、仕事であると思っておりますし、そうした稼いでいる方々の意見や、アドバイスっていうのを、素直に受け止めて、それを愚直に進めていけば、稼げるようにはなってくると思いますので、私自身としても、一つの、ベンチマークとして、何か皆さんにご勇気を与えられる存在になれたらいいなというのはつくづく思っております。はい。ありがとうございました。そうですね。なかなか一歩踏み出せない方とかも多いんですけども、目の前に、今日は音声ですけども、踏み出して、稼げるようになって、来年、さあ、
もっと駆け上がるためにはどうしようかというふうに今考えられている牛島さんの言葉なので、聞いていただいた方は勇気を持たれたと思いますので、ぜひ来年も頑張っていきましょうということで、今日は貴重なお時間をどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。失礼します。はい、失礼いたします。